上から見た時に左右に取り付けられているこの場所にはポケット部分はかなり広く作られているのでこの素材と素材の間が空洞になっていますのでこんにちは、山旅旅チャンネルの柳原です。今回紹介するのはこちらのオスプレイのタロン6と呼ばれるウエストバッグです。実はこのウエストバッグ見た目によらず非常に優れた収納力を備えているので 僕はこれを腰に取り付けて日帰り登山を楽しんでいます。今回はこのオスプレイのタロン6の収納力、そしてポケットの容量や配置、最後にフィット感や安定感に優れたデザインについて紹介をしていきます。まず簡単にこのオスプレイタロン6の製品概要を紹介させていただきます。オスプレイといえば登山用ザックがとても人気がありますが、実は見逃せないのがこのウエストバッグなんです。 容量は6リットル、そして重量が 410g と、持った感じはとても軽く感じるウエストバッグです。価格は2024年1月現在で、税込みで12,870円です。メインの素材には100デニール ×210 デニールのリップストップ製のナイロン素材が使用されています。 サイズ展開はワンサイズです。まずはじめにこのオスプレイ6を日帰り登山で使用した時の容量について紹介をしていきます。タロン6は容量6リットルというふうにお話ししましたが、容量が限られていますので、あれもこれもと多くのものを収納するのではなく、必要な道具を厳選し、また一つ一つの道具を小さくしようという心がけが生まれるかと思います。これは装備の軽量化の第一歩として、とても大事な考え方です。僕は日帰り登山ではカップラーメン、 そしておにぎり。もしくはアルファ米とスープ。またウィンドブレーカーとレインジャケットを兼ね備えたようなアイテム。そして寒い季節においては防寒着としてコンパクトなダウンジャケット。そして必要最低限のファーストエイド、水筒、スマートフォン、行動食、財布鍵といった貴重品。主にはこれらのアイテムを装備として持ち歩くようにしています。例えばここにある写真は、 これは夏山登山ではあるんですが、日帰り登山で持ち歩いた道具の一例になります。クッカーにはエヴァニューの TI570 カップ、スクリューロックコジー。この中にラーメンを入れています。固形燃料とごとく、これはクッカーの中に収納するようにしています。ライターはビッグミニを使っていますが、これもクッカーの中に入れています。レインジャケットはノースフェイスのストライクトレールフーディです。冬になるとゴアテックス製のものになりますが、若干大きくなる程度です。 え、ボトルにはオスプレイのスポーツボトル。冬になれば小さな魔法瓶の中にお湯を入れるといったような変更が加わります。え、そしてファーストエイド。これは第2マのスタッフバッグに、え、伴奏孔、日焼け止め、目薬などを収納しています。え、スマートフォン。そして財布。 ここれ以外に防寒着としてて冬の場合はダウンジャケットが加わる、こんな塩梅で考えています。続いてこれらをオスプレイのタロン6の中に収納する方法とそしてどのようなポケットがあるのかといったような商品の紹介をしながら容量を説明していきたいと思います。まずメインのポケットはこのようにジッパーが付いており この中にクッカーやレインジャケット、そして防寒着を収納していくようなイメージです。まずはじめにこのようなクッカーを入れます。このクッカーもこのようにフラットに収納することができる大きさのポケットになっています。このフロントポケットには僕の場合、ファーストエイドキット、そして財布、スマートフォンなどを収納します。そしてメインのポケットには防寒着、そしてコンパクトなレインジャケット、そしてスクリューロックコジーを入れます。これらを収納した状態で、 ジッパーを締めます今、この状態では、メインのポケットにスクリューロック小地、クッカー、防寒着にレインジャケットが入っています。そして、フロントポケットには、ファーストエイドとしての簡単なもの、そして財布が入っているような状態です。この状態で、フロント部分についているコードロックを、ストラップを取り付けてあげ、そしてコードを引っ張ってあげると、コンプレッションになる、そのようなギミックが備えられています。今回は、ここは少し開きたいので、 コードは少し開いておきます。そして上から見た時に左右に取り付けられているこの場所には水筒などを収納しておくことができます。例えばオスプレイのスポーツボトルであればこのように上から押さえ付けることでこのように収納することができます。これで出てしまうことが少し不安な方はこの場所にコードロックが付いていますので引っ張ってあげることでしっかりとこの水筒を固定することができるようになっています。そしてこれだけでなくウエストに 取り付けた時に左右にジッパーポケットが付いています。この部分に行動食、そしてスマートフォンを収納して持ち歩く。このような容量になっています。そしてこのポケット部分はかなり広く作られているので、ジッパーを開けた時にスマートフォンの取り出しやすさ、行動食もかなりの量を入れることができます。例えばバーであれば5本6本ぐらい入れることができるぐらいの大きな容量になっています。 続いて実際にこのように重い荷物を入れた時にウエストに取り付けた時の安定感について紹介をします今かなりパンパンな容量なんですけれども例えばご飯においてはお湯を使わ,ない使わなければクッカーは省くことができますしカップラーメンを食べずにおにぎりだけにするといった場合にはスクリューロック孤児も必要なくなりますそうするとかなり容量の変化が現れます 例えば、スクリューロックを取り出し、クッカーを取り出します。そうすると中に入っているのは防寒着とレインジャケットのみで、このよりかなり中で荷物が揺れてしまいます。そんな時に、このコンプレッションベルトでしっかり締めてあげることで、中の容量をこのように外側からしっかりとコンプレッションして、荷物がぶれづらく、 りますですので歩いていて中のものがガサガサ揺れて体の安定というものが損なわれるそういったことが省かれるデザインというものが採用されていますえそして背中に当たる部分についてはエアスケープと呼ばれるメッシュ素材の中にクッション製の素材が貼られていてそしてこのクッション製の素材と素材の間が空洞になっていますので熱を移動させそして汗をかいても乾きが早いそんな作りになっています また、このような硬いクッカーがメインのポケットに入った時に、硬いものがウエストに当たって痛くなりづらいというのも特徴です。そして、ウエストベルト部分においては、こちらも乾きの早いメッシュ地が採用されていて、さらに体にフィットするバイオストレッチウエストベルトと呼ばれる機能が備わっていますので、体へのフィット感が良く、荷物を安定させながら登山をすることができる特徴のある素材。このあたりは、 さすがオスプレイであるというふうに感じることができる素材そしてフィット感だなというふうに思いますそしてこのウエストベルトの調整機構においてはオスプレイのザックを使用した人には馴染み深い使いやすいストラップそして 大きめめのののロロック機構ですのでですグローブをした状態もも非常に開け閉めが容易なのも特徴です。まあ多くの方は日帰り登山というとザックを背負うというふうに考える方多いと思うんですけれども例えばこのようなウエストバッグは軽量ですしそして背中肩に何も付いていない状態ですので非常に動きやすくこのウエストベルトで限られた容量で日帰り登山をすると。 こんな快適に登山を楽しむことができるんだというふうに思われる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うほど素敵なアイテムだというふうに僕は思っています。 そしてこのデザインは結構ここ最近ほとんど変わっていなくてそれが故に完成されたデザインになっているんではないかなというふうに思う次第ですこれから日帰り登山のザックを購入しようかなというふうに考えている方はこのようなウエストバッグも一つ検討されてみてはいかがかなというふうに思って今回このアイテムを紹介させていただきました最後までご覧いただきありがとうございます この動画気に入っていただけた方はぜひともグッドボタンをそしてチャンネル登録もこれを機会にぜひよろしくお願いします。それでではままた次回の動画でお会いしましょう